ダイアログフォーピープルの佐藤です。よろしくお願いします。名古屋入管のウィシュマさんの事件についてお伺いします。この件の最終報告書ですね、こちらにはウィシュマさんの仮放免を不許可とした理由について、一度仮放免を不許可にして立場を理解させ強く帰国を説得する必要ありなどという記載があります。でこのような恣意的な収容の運用はですね、拷問など禁止条約で定義されている拷問に当たるかと思われますが、大臣の見解はいかがでしょうか。現在裁判係争中ということですので、お答えになれない場合は一般論としてご回答ください。また関連してもう一つ質問なんですけれども、改定入管法には強制送還に関する事項もあります。こちらのこの拷問など禁止条約の第3条の1にもですね、拷問が行われる恐れがあると信ずるに至る実質的な根拠がある他の国への追放送還引き渡しを禁じています。でつまり仮にですね、入管法に基づいて強制送還が執行されるとなった場合でも、こちらの拷問など禁止条約の条項に反していないかどうか、こちらは別途検討する必要があるということかと思われますが、いかがでしょうか。まずですね、私は何度も申し上げているんですが、ウィシュマさんが亡くなられたということに関してはですね、改めてお悔やみを申し上げたいと思っています。でその上でお尋ねは、いずれもですね、条約の解釈に関する事柄だろうと思いますので、法務大臣秘書官会でありますのでお答えすることは困難でありますけれども、その上でですね、申し上げますと、ご指摘の報告書についてはですね、仮放免許可申請に対する対応について1回目および2回目ともに仮放免を許可しなかったことが不当なものであったとは評価できないというふうにされています。すなわち1回目につきましては、仮放免後の住居や医療費の支弁等に疑義があるなど仮放免を不許可とすべき相応の根拠があり、不許可処分が不当なものであったと評価することはできない。それから2回目につきましては、より早期に仮放免や入院措置を行うことが望ましかったが、仮放免の環境を整えるには時間が必要な中、ウィシュマさんが亡くなってしまったことからすると、仮放免に至らなかったことにも相応の理由があり、仮放免を許可しなかったことが不当であったとまでは評価できないと、記載をされているところであります。もっともですね、容体観察を要するなどの体調不良者について身体の状況の的確な把握を踏まえた柔軟な仮放免を可能とすることが明確に示されてこなかった点ですとか、真に医療的な対応が必要な状況を見落とさないための教育や意識の寛容が不足していた点については、調査報告書でも指摘されているところでありまして、入管庁ではこれらを踏まえて健康状態を踏まえた仮放免判断等を指示する新たな仮放免運用指針の策定や、職員の意思改革を行い運用を改善してきているというところであります。これ以上の詳細につきましては、ご指摘もありましたけど、国家賠償請求訴訟が継続中でありますので、司法への影響を考えてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。その2つ目の条約に関しては検討はされたことはあるんですか。先ほど申し上げたように条約の解釈については法務省の所管でありませんので、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。